皆さんこんにちは、森谷ドラマスクールの森谷です。今日はですね、ルーディメンツの練習のアイデアとして、僕がレッスンでねよくやってることをご紹介させていただきたいなと思います。ルーディメンツ、ダブルストロークとかフラムとかドラッグとか、なんかいろいろあるんですが、こういう練習の仕方をしたら、効率よくルーディメンツが練習できるんじゃないかという、練習方法をご紹介させていただきたいなと思います。で、今からやるこのルーディメンツの練習をやる前に、必ずねできといてほしいことがあるんですね。で、それはアクセントフレーズの、タカタ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 タってやつですかね。こういうこのフレーズ、タヌキ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 チーのこの33334のアクセントフレーズを、いろんなルーディメンツに応用して、今日は練習をしてみたいなと思います。で、まずは、このダブルストロークを練習すると、ダブルストローク、これ3のフレーズと4のフレーズが組み合わさっているので、3の、タヌキタヌキの方ですね。これのアクセント以外をダブルストロークにするっていう練習をしてみてください。こうで、最後のタヌキチタカタカの、これもアクセント以外を、ダブルストロークにする。こうこれをタヌキ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 チのアクセントフレーズのアクセント以外をダブルストロークにすると、こういう感じになりますかね。2つ目が、さっきのねダブルストロークの練習ではアクセント以外をダブルストロークにしたんですけど、アクセントをダブルにするみたいな、このタヌキタヌキの、タの部分ですかね、タの部分をダブル。で、最後のタヌキチも、タの部分をダブル。で、タヌキ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 チ、3つ目ですね。3つ目は、フラムですね。フラムも、3連符の一番最初がアクセントのフラム、これフラムアクセントっていうフラムなんですが、こういうやつですね。こうの方もそうですね。タヌキチのタにフラム。これもさっきのタヌキ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 チにフラムを加えると、ちょっとその番外編なんですが、手順を変えてタヌキを右右左右右左にすると、これの一番最初の右のところに、フラムが加わるとスイスアーミートリプレットっていう、さっきの3連符のフラムの手順が違うバージョン、右右左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 右左右左、タヌキ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 チを、やると、さらに、こういう右右左右右左の右手の間に左手を差し込むとヘルタっていうルーディメンツですよね。バケラッタフレーズと言われてるやつですね。
右左に、バケラッタを加えると。動作の中とか、まあ、この33334のフレーズの中から、まあ装飾音符として、フラムとかダブルストロークとか使えると、すごくね効率よく、ルーディメンツが練習できるのかなと思うので、まあ、ぜひ、ね、このアクセントの動作、まあ、あの3333以外にも例えばなんかこういう、みたいなフレーズやったとしたら、まあ、これにフラムを加えたりとかね、ルーディメントとして、応用させていくっていうのも、まあ、一つのね、いい練習方法だと思うので、ぜひチャレンジをしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。